もしパズルができなかったら、ガリガリ君は俺様のものだぞ。スイカバー対決、いくぞ。うん。よーい、スタート。できた。1ピース目ができました。へへへへ、こんな難しいパズル、チカちゃんに一人でできるわけないぞ。ほら、できたよ。あら、まだたくさん残ってるじゃない。スイカバーは私たちのものよ。あれ、まずいわ。どんどんできていくじゃない。どうするのよ、バイキンマン。ほんとだ。チカちゃん、どんどんパズルを作り上げていくぞ。俺様ピンチ。よし、こうなったら俺様作戦があるもんね。チカちゃん、頑張ってください。うん。あれ、一ピースがない、一ピースがない。あ、本当だ。パズルが1ピース足りません。これじゃスイカバーがバイキンマンに取られてしまいます。へへへへ、俺様1ピース隠しちゃったもんね。これでチカちゃんパズルが完成できないぞ。ガリガリ君、スイカ味は俺様のものだ。バイキンマン、あったまいい。じゃあスイカバーは俺様がいただくよ。あれ、こんなところにパズルが落ちてるもん。果たしてこれ、チカちゃんのパズルモフかな。届けに行くモフ。チカちゃん、残りの1ピース見つけたモフ。どうぞ。できた。どういたしましてモフ。わあ、できました。チカちゃん、よかったですね。あーん、俺様もスイカバー食べたかったよ。俺様に半分くれるのか。うん。うわ、チカちゃんって優しいな。俺様、チカちゃんのこと好きになっちゃいそう。じゃあみんなでスイカバーを食べましょう。はい。スイカバー、ガリガリ君、スイカに開けてみたよ。美味しそうだね。じゃあこれを半分こしようね。うわ、美味しそう。チカちゃん、ありがとう。バイキンマン、私にも食べさせてよ。いいよ。じゃあこれ半分こしよっか。うん。じゃあ二人で食べてね。はーい、いただきます。スイカの味、美味しそうだな。僕にも一口いただけますか。パクパク。スイカの味がします。とっても美味しいです。とっても美味しいぞ。チカちゃん、半分こしてくれてありがとう。チカちゃん、ありがとう。みんなと食べる、おいしいし、ごちそうさまでした。おいしそうな匂いがするな。あ、あれはモモクベーカリーのいちご